キース・デボットは、オランダの言語学者。現在、オランダのフロー人間大学及びパノニア大学で応用言語学議長。第二言語発達に関する研究と、第二言語開発を研究するための動的、システム理論の使用で知られている。デボットは、1982年に内命編大学で、一般言語学と応用言語学の博士号を取得した。 彼の博士課程の研究は、イントネーションの視覚化を教材として使用することに、関するものであった。1994年5月、応用言語学議長になり、内名編大学の学部長となった。2002年11月には、フロー人間大学の応用言語学の議長となった。また、テスリインターナショナルリサーチファンデーションの評議員であり、カーネギーメロン大学現代語学部の、 プログラム委員会のメンバーである。ジョン・ベンジャミン出版社の一連のバイリンガリズム研究の共同編集者を務め、応用言語学の分野では、積極的に本や記事を出版している。近年は、ジャーナル・スタディーズ・イン・バイリンガリズム言語創出に関する特集号のゲストエディターを務めた。また、ザ・モダン・ランゲージ・ジャーナルの副編集長も務める。バン・ヘアート、ロアイ、バースポーと共に、 時系列データを適用して、第二言語の開発を研究することを提案した、ダッチスクール・オブ・ダイナミック・システムズのメンバーの一人で、ある。彼の研究は、外国語の創出、多言語環境での言語と認知症、少数言語の維持とシフト、バイリンガル言語処理の心理言語学、そして最近では、SLA と多言語主義における動的システム理論の、 適用を含む多くのトピックに関係している。2015年、デボットは外実リズムと大二言語の発達に関する最初の記事を発表し、2017年には別の強調記事を発表した。2004年に彼は大二言語開発に関するロアイとバースポーと共に動的システム理論を適用して大二言語の執筆開発を研究する独創的な記事を執筆した。 これは時系列データを使用して第2言語のライティングの開発における変化を説明した最初の研究論文であった。アルカルメザットナルブチュドミニに掲載されたインタビューでデボットは第二言語習得における外実リズムの適用に興味があると述べた。デボットはワンダーロアイ、タルカスピ、ベリンダちゃんなど多数の博士課程の学生を指導してきた。ありがとうございます。